田中スコールズです。イージーハスミです。川越キッカーズです。立ち上がり一点。さあ始まりましたというこえなんか髪型ちょっとごめんなさい。ああ散髪していきます。え待ってください。これ注文ちょっとキャップを外していただえポイチカットしましたもしかして。いや、森保はじめ監督。全世界に、森保監督にしてくださいって美容室で言う人いないんですよ。出してないですか、ポイチのメモ帳の写真とか。出してないです。です、まあ、たまたま1000円カットで、まあ、腕もいい方だったんですけど、たまたまこういう、ちょっと森保さんっぽくなっただけで。違うんですね。寄せてってなんですよ。森保さんにしてください。俺寄せたのかと思って、ちょっとポイチ変わったから。メモ持ってってね。で写真貼ってとかしてないんで。めちゃくちゃしっかり仕込んでったのかと思いました。いやいや、まあまあ。まあまあいいですね。でも、ちょっとね、勝負の前にということで。もうこの後、キックオフでございます。ということで、今回の我々、今週のカウボーイキッカーズ、ウィナーズは、はい、あ、ウィナーですね。ウィナー。ウィナーは、マッチオブザキッカーズということで、1試合に全突破します。何の試合で、そちらが、この後キックオフでございます、横浜 F マリノス対浦和レッズ。いい試合。こちらに、前回の、こちら動画ですね。見ていただけると、ウーバー全給料突破でまさかの8500円浮きしたので。開幕戦の川崎フロンターレ対マリノスで、勝った8500円をフルベット。なるほど。ということで、もう締め切り時間ももう間もなくということなんですけども、あともう一つ。今回はもう事前に挙げてます田中スコールズさんのマリノスネッツの予想ありますね。あ、あります。動画、はい、に加えて、一番直近の川越キッカーズの動画もう見てくださった方は分かると思うんですけども、大物大御所ギャンブル YouTuber のオシャスパークさん、はいはいはい、まあ言ったら我々の元ね同期というかね、まあまあそうですね、お友達がギャンブル YouTube でめちゃくちゃ跳ねてるんですよ。ずっともう3年4年5年てかまあ普通にギャンブル大好きですよね。そう、ギャンブル大好きでギャンブルで飯食えててっていう方が、うん、競馬競艇競輪などなどはやってるけども、サッカーど素人だけども、ちょっとこういうギャンブル豪運の大先輩に金言を、そのギャンブルとは何ぞやという金言もいただきながら、まあ、前回ね予想というか、本にはあの予想とは言わずに、ウィナーとは言わずに試合の結果だ、スコア予想だけ聞きましたね。はい。だから、心配になりましたね。レッツで、小野伸二はスタメンかって気にしましたから、ね、ちょっと情報が古くて。古すぎる、ね。マリノスの選手も後々言ったら誰も分かってなかったです。ドゥトラとか言ってましたね。ドゥトラの左サイドバックがみたいに言ってました。言ってました。ということで、ちょっとね、これ、洗いざらいもう一回おさらいすると、田中スコールズ大先生が、はい、マリノス対レッツ、もう一回画面いけますかね。こちらですね。マリノスが2対1。マリノスがレッツ1対1。あとマリノスが3対0。これ3つご予想されてるんですよ、事前に。まあそうですね。で、オッズもちょっと変わりまして、ちょっと見づらいですけども、4.8 倍、7.9 倍、6.1 倍。はい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 。で、これちょっと田中スコールズ大先生と打って変わって、こちら、オシャスパークさん。オシャスパークさんの予想。予想がもういきなり、こちらですね。マリノス3対2。マリノス、1対2。レッツ勝ちですね。レッツが2-1。はい。で、マリノス0-1なんで、レッツ1-0。結構逆の。なるほど。予想されてて、プラス、その日が収録が2月22日だったんで、2対2。そういう買い方しますよね、ギャンブル。やっぱちょっと言っちゃってるんで。もう神にもすがる思いだったと思うんで。っていうので、ちょっと今、4つ選択肢があって。いや、そんな、俺の予想3つでいいでしょ。いや、ちょっとそれはさすがにこちらサイドとしても。オシャスパークさんにまずあやかったっていうのと、ちょっとやっぱ運営サイドは、こんだけ当ててる田中スコールズさん、拝めてたんですけども、拝めてたんですけど、ちょっとオシャス寄りというか、言ってもあの太っちょ、サッカー知らないですからね。いやね、ちょっと聞いたんすよ。じゃあそのサッカー知らないんですけども、ギャンブルで今までどんぐらいの高配当でしたかって言ったら、500円で40万取ったことある。はい、あやかりましょう。おしゃりアンディさんにあやかりましょう。ね、ちょっとなんか、田中スコールさんとスケールが全然違ったんで、なんか、1000円とかでなんか、2万円買って2万8000円で8000円しか売ってないのに結構どうやってたんで、これ結構ギャンブル界だと。
何やってんのあいつはみたいな。まあまあまあ、言っても私もにわかですよ。サッカー自体が、はい。そうだ。そんなに変わんないですよ、実は知識。じゃあ、ちょっと、せっかく予想して動画も出したんで、はい、僕の予想も1個ぐらいじゃあ買わせてください。それは買いましょう。はい。それは買いましょう。でもやっぱもう、田中スコール先生、これ、やっぱ事前予想っていうのもありますけど、いまだに今日の会、あの試合のスタメンも確認してないですもんね。いや、まあそういうもんじゃないですか、サッカー。違う。はい。そういうもんではないの。ウィーナーはそういうもんじゃないです。じゃあ早速ちょっと購入の方移らせていただきたいんですけども。じゃあ買うのは、はい、じゃあおしゃっさんのこれ全部ですか。全部で今8500円浮いてるんで、はい、じゃあとりあえずおしゃっさんの予想、じゃあまずおしゃっさんの予想マリノス3-2、はい、2000円、2000円、じゃあ行きましょうか。じゃあ10口ですね。はい、10口、マリノス1-2、マリノスが1-2ですね。はい、10口で、次がマリノス0-1、0-1で、はい、こちらも10口ですね。でこの2月2日だったマリノス2-2、あ、なんか2月2日に収録だから2-2。じゃあこれちょっと少なめでいいですか。そうです、記念日がいいね。記念日がいい、端数なんで。じゃあ200円、200円、いや、400円分、400円で、田中スコールズの第一予想マリノス2-1。あ、マリノス兄ちゃん全然予想違うんだ。10口でこれで8500円、はい、8000今、はい、400円なんでほぼ100円の星です。でもこれで俺の第2第3のマリノスレッツ11、マリノス30来たらもうこれ本当に俺 おしゃすさんに何するか分かりませんよ。立ち上がり1点、購入を確定させていただきました。あ、ご購入ありがとうございました。買いました。もう戻れません。改めて、こちらですね。はい、もうこれ、スクリーンショットも撮っております。本日のこの後のキックオフですね。こちら、4口ですね。スコあれこれうわぁ、まあ、スコファン今いますからね、結構。スコいや、当てますよ、今週も。いや、でも本当に当ててますから、これ、前節的中だったらすごいことですよ。いや、だから今回、まあ、タダスコとオシャスコのダブル要素だから外すわけがないから。確かにもう、鉄壁カテナチオですね。カテナチオです、もう。もう一個も取りこぼしなく。買ったい、買ったい、もう。ということで、この後ですね、もう、10分15分後にはキックオフということで。はい、またね、激烈観戦しましょう。はい、試合中。もうやめてくださいな、ああいう。ちょっと暴言であったり、失礼な態度。でも今日も余裕なんでお菓子とかも買ってます。もう全然、はい、もう盤石な感じですね。盤石ですもん。ちょっとあれが本当に我々のキッカーズチャンネル、あの、失意のどん底になる可能性ありますか、ああいう態度は。程度がね、低いんでね。いや、カスサッカーファン。カスサッカーファンじゃないんで我々。絶対当てましょう。真摯なスポーツなんでね。ということで、この後の横浜 F マリノス対浦和レッズの試合、川越キッカーズウィナーキックオフ。いやー、来たね。頼むよ、頼むよ、本当にこれいい流れで。あ、でも大丈夫。おお、でも一番熱いのがマリノスさん列に。いや、そんな乱打戦なんの。5点入るか、オシャスパーク大丈夫か。おい、サッカー素人に予想させたけど、なかなか5点って入んねえぞ。しかもさ、そのウィナーかけるとか、その金銭的なこと言ってないから、結構ノリで言ってたもんな、あいつ。そう、勘で言ってんのよ。いや、でもそれがね、当たったりするから。あ、でもそうだわ、それは言ってた。ギャンブルにおいての金言でそれ言ってた。ちょっとそういう変にかかってない時の方が。そうじゃあ、まあ一応田中スコールズ先生のマリノス2-1もね、だからやっぱ、あ、そうこの辺がまあ現実的よ。これじゃあやっぱ点はすぐ入っていいってことね。とりあえずどっちか点取ってくんないと。あ、でもマリノスがいきなり1点入った瞬間、まずオシャスパークなくなるわ、1個だけ。あ、確かに、うん、マリノス0-1がなくなるわけで、だからとりあえずレッツがとりあえず点取ってくれと。まあいいね、それでいいね、うんうんうん、よしよしよし、立ち上がり1点。すげえ綺麗な崩し。ちょっと待って、これで、あ、とりあえず、死んだのがマリノス0-1。マリノス0-1だけ死にました、ウィナー。オッズ 9.1 だ。残ってるのがマリノス3-2、マリノス1-2、マリノス2-1。いやー、これ、あと、マリノス列2-2か。2-2か、まあまあ、いや、でも、
いや、ちょっとマリノス強すぎるぞ、ね、これ。レッツが全然、これちょっと待ってレッツこれ20分間何にもできてない。なんであの人、レッツ押してんだよ。押してんだよ。違う。だから、古いの情報が。俺だっつったじゃんか。いやもう。あんなグレートギダイのパチモンみてえなやつに聞くんじゃんけど、やっぱり。俺ならタナスコなのよ、やっぱ。なんかやっぱ、ちょっとおかしかったもん、その選手の名前、フォロって言ってたやつが。もう、最後の方、なんか、ゲットゴーオルフクだみたいなこと言ってたから。ミスターレッツ。もう、今日のダゾンの解説してんのよ。出てると思ってるから、おシャス。あと、ツボイって言ってたから。ツボイって言ってた。もう古いのよ。うわ、これちょっと、マリノスさん強すぎるわ。いや、マリノスさん強すぎる。レッツがね、やはり、ちょっとこの、新しい監督。で、まだあの、外人の、その、ディフェンダーたちもなんか、J にまだ適応してないんじゃないか。ちょっと裏バンバン取られてるもんね。マインが強いけどね。あ、トゥーさんが言ってたんだ。トゥーさんと俺も言ってたし。言ってた。言ってた。いや、トゥーさんが言ったから言ったんでしょ。いや、ダブル田中でね。ははは、やばい。田中です、田中です、ダブル田中です、つって。集まれーって言うんでしょ、最後。つかみ。前半終わりまして、ハーフタイム。はい。マリノス1対レッツ0。1-0でございます。じゃあまあ、状況変わらず、我々に生きてる線は、マリノス3人。マリノスレッツ1人。マリノスレッツ2-1。マリノスレッツ2-2。そうだ、2-2もあるのか。5分の、4残ってますね、一応ね。残ってはいるんだけどさ。レッツ点取れるこれ。いや、ちょっと、レッツが得点2点以上がそのうちの、4個中3つあるんで。いや、ちょっと得点の匂い、マジでしなかった。やっぱりセットプレーぐらいしかなかったね。これちょっと不安だわ。残り4。なんでワシントンいねえんだよ、ポンテと。ワシポン？ワシポンいりゃいいんだよ。ワシポンからの長雄一郎ね。いやもう無理だよ、これ。トゥーさんいないの？セットプレートゥーさん上がってこなかったっす。いや、ちょっと得点の匂いしないわ。まあ、あの VAR であのマリノスが最後得点取り消しになったけども、マリノスに関してはものすごく2点3点、はたまた4点ぐらい入る。雰囲気あるね。水沼選手からのクロスがもうちょっとすごいね。アンデルソン・ロペスがちょっと足ちょんって出しちゃったから、まあなんかね、一応オフサイドになりましたけども。ちょっとだからこれ次、やっぱウィナーですから我々は。まずサッカーとしても見てますけど、ウィナーとして見た時にレッツ1点が欲しいの。レッツ頼むレッツが1点取ると、これまた一気に、ちょっと可能性がだいぶ出てきます。頼む。もう正式名称で言わせていただく。浦和レッドダイヤモンド。頼む。光り輝けと。ダイヤモンドのように。頼む。なんで正式名称で今言ったのか。ちょっと、定かじゃ、まあ、言えば何かね。そうそうそう。思いが。We are let's, we are let's, we are let's, we are let's。これ、本当にお願いします。いや、マジで、レッツちょっと不甲斐ないわ。いや、だからそう、叱咤激励ですよ。もっとやれるよ。やれる、やれる。何やってんだよ。もっと気持ちの小泉選手の迷いとか良かったっすね。めっちゃ気持ち入ってて。小泉選手とか前線からね、すごい運動量多く追い回して。あと伊藤うめえな。伊藤うまい。うまいね、伊藤選手。伊藤選手うまい。ちょっとストライカーがどうなのっていう。林仙？林仙さん、ちょっとお願いしますよ。4戦だったら決めてんぞ。そうなの。やっぱ4戦って4点取るぐらいですけど、林仙だともう。何林仙ってなっちゃうのなっちゃうのよ。例えづらくなっちゃってんのよ。いや、選手批判はしないですよ。ですよ、そう、それはダメですよ。ということで、まあ、とにかくね、まだハーフタイムです。残り45分ある。レッツ、とりあえず点取ってくれ。そうしないと、俺たちの、金が。なくなる。頼む。頼むぞ、レッツ。
始まってますよ。こう、ああじゃない、いやいや、ちゃんと応援してもらわないと。あ、まあ、でも選手名から読んでるんですね。もうミスした選手の顔もう、うわ、目に焼き付けようかな。うわ、ヤフコメとかにコメントしてないです。大丈夫ですか、なんかそういうヤフーコメント欄とかで。ギリしてない民です。ギリギリ保ってる。ギリギリ保ってる民ね。ということで、後半、スタートしたんで。いや、頼みます、レッツ。お、コロキ心臓、コロキ心臓出てるじゃん。心臓頼むぞ。やっぱストライカーなんで、本当に必要なのは。あ、やった、何よ今の。宮崎の自撮りみたいになってんだよね。今ね、やってんだよね。でね、そう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 。保証ね。いや、これ心臓入ったらこれ得点の匂いするわ。まずポストで収められる。全部できるからね。スーパーフォワード。ちょっとこれ期待しましょう、後半。はい。よろしくお願いしますよ。レッツ頑張っ。立ち上がり1点。マリノス2点目。だからあと残り、まあ、ロスタイム入れて、まあ、3、4分でレッツが1点返せば 2-1 で当たるんか、逆転、タナスコ当たるのか、タナスコの、まあ、第一予想、今とりあえずリーチかかる、それだけなんだ残ったの。でもリーチはかかったんだな。だシャス全滅、全滅、もうもうあいつはできん、あいつできん、川越キッカーズできん、できんか、一生出す。一生出す、一生出しましょう、一生出す、スーパーインフルエンサー。おい、もう頼むの。ロスタイム何分？89分。うわ、頼むよ。で、まあだからシャスの、今回シャスのがあるけど買ってなかった、3-0もあったんだね、リーチなんだね、変えてない田中スコールズ大先生の。いや、もうとりあえずレッツ、レッツ、レッツ、今回めっちゃレッツ、マジのウィーアーレッ ツ, レッツ、スーパーレッツ、ミラクルレッツ、埼玉県民だからね、言っとく。そうなんだよ、田中も行け、お前マジで。コバトン、コバトン、コバトン。頼む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 。5分、レッツ一矢報いろ。いや、言うてもさ、ビッグクラブだって浦和なんて。やれるって。やれるって。なんでやれないって、やらないからだよ。日本サッカーが盛り上がらないレッツが弱いと。やろうとしたらできるだろう。縦、お、歩くなよ、マリノスの選手。ずりえよ。その、2-0 なんだからちょっと急げよ。オンゴールしてもいいぞ。オンゴールもいいね。オンゴールもいいね。逆にね。いや、もう、もう頼む、頼む。うわぁ、これ 3-0 勝っとけ。いや、3-0 勝ってる時の、うわ。危ねえ、3-0。じゃあ、レッツ、レッツ頑張って。3-0 も終わりなんだもんね。何もなくなるんだもんね。そう、ね。田中スコールズ予想は当たるけど、勝ってないから。勝ってない。もうだから普通にレッツが1本取るしかない。入れ！西川のキック入れ！パントキックそのまま入れ。パントキックそのまま入れ。酒井選手、競らないと。そう。いいよ。あ、いいね、マイボー、マイボー、マイボー。We are let's, we 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 are let's. 頼む、頼む、頼む。頼む、頼む。ACL とか取ってるチームだぞ。やらないと、やらないと、やらないと。レッツいける、いける、いける。いける。ま、負けるのは負けるんだけど。どう1点だけ取る。1点返すことに全然変わってくるから、時節とかから。そう、チームとして生まれ変われる。そう。スコアレスはやばいよ。やばいよ、スコアレスはマジで引く。取れ、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 取れ。あげろ、あげろ、あげろ。こいちゃん、こいちゃん。ファール、ファール、ファール。ないか、ファールないか。ナイスだ、ファール、ファール。ファールだろう。ずりよ、マリノス。レフリー、それないよ。そういうとこあるわ、日産、日産の時から。いや、日産の時から、日産時代から。旧マリノス、日産時代から。木村和志、水沼子、え？ここに入ってるよ。嘘だろ。マジ？マジで？いや、これファール、ファール、ファール。これはファール。足、足、足ってる、足ってる、足ってる。これは蹴ってるって。これ、チャブってるっしょ。チャブだよ。これ、チャブってるよ。チャブ来い、チャブ来い、チャブ来い。いや、おい、審判、ファールだって。ないんかい。ないんかい、おい。ないんかい。もういいよ、全員で、全員で、もうマイプレ、マイプレ、マイプレ。3-0 だろうが、関係ないんだから、もう。縦負けてるんだから、レッツの選手。あ、大丈夫か？頭か？頭大丈夫？それはやばいやばいやばい。おい、大丈夫か？大丈夫か？大丈夫か？坂井選手？顔か、顔か。4選手。渡辺選手。シュレッツ頑張ろう。ちょ、タナスコ今何時？ 53。うん、俺55分に出るから。繋いどくわ。やっと一人で。
一人で撮影変えて。うわ、やばいじゃん。ちょっとあの、私はね、あの、あれがありますんで。ケツがね。ケツがあって、あの、それこそ、ちょっと、ネタバレ厳禁ですが、ちょっとちゃんとした仕事入ってまして。いやー、ちょっと、これマジで頼むよ。いや、てか、マリノス硬いな。ここまで来て、マリノス盤石、やっぱ、チャンピオンチームだな。手堅い。マジかよ。全く勝てる感じしないわ。いやいや、一点返して、マジで。頼むわ。あ、大丈夫か？さあ、続いてる、続いてる。よいしょ。よし、よし。あ、やばい。いい、3-0ダメ。よいしょ、いいよ、ショルツ選手。心臓、心臓収めて。一矢報いよ、一矢報いよ、一点でいいんだよ、頼むよ。うわー、一矢報い、頼む頼む、マルコさんやめて。いや、やばいって、このまま終わるのだけは違うって。頼むよ。全然意味合い違ってくるよ、本当に。レッツとしても俺らとしてももう景色変わるよ。まあもうね、あと10秒でもう多分もうあの諦めたら試合終了なんですけど、多分あのもう無理です、これ。まあ無理ですね。溶かしました。溶かしました。ワンプルあるでしょ、ワンプルあるでしょ。なんでターンすんだよ。まだいけるって、いけるって。いや、やっぱ試合巧者だわ、もう終わります、ね、こうなっちゃったら試合締めれるもんね。うわー、ダメです。あー、もうダメです、もう溶かしました。こっから話す交渉数ともに溶かしました。うわ、とも溶かしじゃん、別に。どっちのでも外れてんじゃん。どっちでも外れてます。 2-0 です、もう。あ、もう何、あ、ちょい1分ぐらい。うわ、もうダメだ。あ、もうダメです。え、何今の。跳ね返しゃいってもんじゃねえかん。はい、はい、溶かしました。試合終了しました。マリノス 2-0、ね、イージーはずみですけど、あの試合を見届ける時間も中の別の仕事で行きました。結果、全5通り外しです。おい、オシャスパーク、なんだよ、全部外れてんじゃねえかよ。いや、こっちが勝手に聞いたんだけどね。なんだよ、オシャスパークってよ、そもそも。え、公園？え、公園パークってね、散歩したのかよ、おい。全外しじゃねえかよ。え、カリスマなんでしょ、あんた。なんだよ、一個ぐらい当たってよ。え、5通り買って5通り外すかね。俺の21も外したけど、いや、オシャスパークはまあいいんですよ、こっちが勝手に聞いたから。浦和レッズさん、頼むて、頼むよ。いや、全然得点入る気しなかったわ。いや、これね、お金を損したから切れてるんじゃないんですよ。僕あの埼玉県民で、やっぱ浦和レッズの赤い血が流れてるんですよ。だから悲しいんですよ。あの、ポーランド人の監督さん。眼光鋭いけど、戦術が緩いんだよ。頼むて。なんだよ。レッツは、日本で、ビッグクラブなんだから強くなくちゃ、日本サッカー界、J リーグは盛り上がんねえんだよ。頼むよ。
これ損してるから切れてんじゃないんですよ、本当に。いやーもう、第一節で開幕戦で当てた8500円全溶かしですよ、全溶かし。ぬるっと全溶かし。どうすんだよ、これ。いやもう、でもまあ切り替えて、もう第三節から全当てですよ、全当て。スコッやってきますよ、もうこれ。怒りの、スコッですよ、もう。あ、まあでも、切り替えて第三節からもウィナー、予想もやりますし、実践動画もやっていくんで、よろしくお願いします。今日は悔しいんで、ふて寝ですよ、ふて寝。それでは、本日もありがとうございました。